皆さんこんばんは。21時半からのハピーツスイーツライブ、今夜もスタートしていきます。徳島特産素材を使ったフランス菓子のお菓子教室、アトリエエスリエゾンを運営しております、徳本さと子です。私はお菓子を仕事にしたいという方に向けてサポートさせていただいております。今日もお集まりくださってありがとうございます。今日のテーマなんですけれども、クリスマス、年末年始も近いということで、手作りのお菓子をプレゼントするときに気をつけたいことというテーマを取り上げてお伝えさせていただきたいと思います。お仕事をされている方ももちろんなんですけれども、お仕事はしてないんだけれども手作りのお菓子を年末年始クリスマスいろいろ作るという方にね、向けてお役に立つ今日お話になるかなと思っております。ではね、コメントの方読ませていただいてから、お知らせとかいつものようにちょっとね、はじめいろんなお知らせもあるので雑談をしてから本題に入っていこうかなと思います。はい、としこさんこんばんは、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。チャビーさんこんばんは。今日は近所でマルシェが出ていました。いろんな個人のお菓子屋さんが出店されているのを見ながら、徳本先生に教わったらいいのにと心の中で余計なお世話を叫びました。先生はマルシェに行くと心の中でアドバイスしたくなったりされますか？あー、なるほど、いいですね。今もうマルシェ、クリスマスマルシェとかでしょうかね。ね、週末になったりするとイベントも多いのでありますよね。そうね、あのしょっちゅうねマルシェに行っているわけではないんですけれども、受講生さんがねマルシェに出店されていたりすることもあるので、まあ、ちょくちょくね覗きに行ったりしてます。ありがとうございます。アドバイスしたくなることなんだろうな。そんなね、あのいきなり会ってアドバイスとかはあのまず差し上げたりはねあのしないんですけれども、逆に勉強をさせていただいてますね。あのあこんな風にディスプレイするんだとかね、そうポップの書き方とか陳列の仕方とかもとてもあの参考になったりするし、お客さんがどういうお菓子に興味を持ってあの手に取ってらっしゃるかとかですね、あここのお店はすごいあの並んでいる、なんでこのお店並んでいるんだろうって思って、こう自分も行ってみて分析してみるんですよ。やっぱり人気のお店って理由があるから足を止めて皆さん来てらっしゃるわけなので、必ずですね何かあるんですよ。でそういうことを見ながら、あの自分なりにね、どうしてこのお店っていいなって自分が感じてるんだろう、人がいっぱい来てるんだろうとかいうところを見て自分に取り入れるようなことがあれば参考にさせていただきたいなとかいう感じですかね。で逆に、まあ、良くないことを見つけた場合はあの別に指摘するとかじゃなくて反面教師みたいな感じで、まあ、例えば接客がすごくあの不愛想だったり、あの返答がねんって思うようなあのことをいただいたりすると、まあ、自分は気をつけようとかね、無意識で私やっちゃってないかなとかいうところで、まあ、反面教師として学ばせてもらうっていうことで、結局どっちにしてもですね、いろいろこう得ることというか、それは自分のこう受け取り方次第でね、こういろんなこう関わりができるのかなと思っております。はい、先生の前向きな分析の姿勢勉強になります。そうそう、これ受講生さんにも言ってるんですけれども、どこかのねお店、お菓子に限らずランチを食べに行ったりとか、どっかにお出かけしたりでもそうなんですけれども、自分がこのお店好きだなっていう感覚があったりとかありますよね。この方あなんかすごいいい方だなとか、なんかそれってなんでそう感じたんだろうとか、どこに魅力をね自分を感じたんだろうっていうのを、なんかねもう癖なのかな、結構ね考えるんですよ。今日もね実はあのとあるあのお店に行ってね、ちょっと見積もりを取ってもらったんですね。2社見積もりを取ってもらって、同じものなんですけれども、あの全然ね
こう接客してくださった方の雰囲気が全然違うかったんですよ。でこっちの B のところで私は買おうと思いました。でこれなんで私 B のお店で買おうと思ったんだろうって後から考えたら、まあ、いっぱいねその理由っていうのが出てきたんですよ。でこれはね受講生さんとかにシェアしたらきっとねお仕事してらっしゃる方はプラスになるんじゃないかなとか思ったり、なんかそういう目線でいろいろ見てるので常にねなんかいろいろこう知恵を得ているという感じですねありがとうございます。なんかお話がまた違うところに行きそうになりました。この話題だけでなんか一つライブができそうな今気分になってきたんですけれども、はい、そう今日のねまずお知らせなんですけれども、はい、徳島新聞メディアさんにシュトーレン、ゆずのねシュトーレンの方がですね今販売しているものなんですけれども掲載されました。そのタイトルがクリスマスには徳島のシュトーレンをこだわりの3点紹介という記事でですね、この前取材に来てくださった方がですね書いてくださった記事なんですけれども、とても素敵に文章を書いてくださって、県産の柚子塩をほんのり香る優しい甘さっていうタイトルがついていました。はい、今ストーリーの方に流しているのでよかったら、ご覧になれます。でこの徳島新聞メディアさんは登録メールアドレスを登録したら読めるんですけれども、ちょっと登録作業しないと全文が読めないので、登録せずに読みたいという方はストーリーの方でね今読んでいただけると、字がちっちゃいですけれども拡大して読んでいただけるとわかるかなと思います。他はねこの前のライブでご紹介した菓子工房みずほさんという鴨島町のね徳島県のお店がご紹介されてました。それからねほほえみさんというね徳島市の二軒屋というところにあるところのね小ぶりのシュトーレンっていうのでご紹介されてたので、これもね今年できたら行きたいなって思いました。はい、ということでよかったらチェックしてみてください。シュトーレンの方ねまたこの説明欄の方にリンク貼っておきますので、購入したいなという方はねぜひチェックしてみてください。それから来年のね対面レッスンの一番近い対面レッスンのお知らせですね。来年の2024年の1月7日10時からガレット・デロワのレッスンをやることにしました。パフパフパフと、そうこのね実はガレット・デロワのレッスンっていうのが長年ねこれやりたかったんですけれども、ずっと12月って対面だとクリスマスになるからずっとねする機会がなく、1月はバレンタインレッスンみたいにずっとやってたので、本当にねお菓子のお教室をやってるのにガレット・デロワのレッスンをする機会がどこにもいつもないっていう状態で来てたので、初めてかな、多分 PTBA はしたことあると思うんですけど、ガレット・デロワにしたのは初めてかもしれないです。これはフランスのエピファニーをお祝いするときに食べるお菓子ガレット・デロワっていうんですけれども、まあキリストにまつわる行事のお菓子ですね。日本でももう今は皆さんほとんどの方がお菓子をされてる方はおそらく知っていらっしゃると思いますけれども、パイ生地でアーモンドのクリームを挟んだ焼き菓子になります。とってもね構成がシンプルなんです。パイとアーモンドクリームもうこれだけ基本なんですね。だから素材選びとか一つ一つの工程、生地どうやって作るかとか、どうやって成形するか、どうやって焼くかっていうね、その一つ一つ全てが影響してくる、仕上がりに影響するお菓子になります。作り手の方のいろんなこう考えが出たり、本当に作る方によって出来上がりがまちまちという、まあ、面白いねお菓子なんですけれども、私のレッスンはパイ生地の中でも折るんですけれども、即製パイって言ってこうバターをね包んでちょっとこう難しい折り方をするんじゃなくって、もっともう少しね気軽にできる即製パイというやり方があります。でそれはねとってもボリュームが出やすくって、家庭的な感じにできると思います。お家でもね作りやすい
でしかもねちょっとこう軽くする工夫をちょっとしようかなと思ってますので、新しいまだ出してないレシピでやろうかなと思ってます。でそこにですね、実はちょっとこう和モダンフランス菓子らしいちょっと面白いねあのエッセンスを加えようかなと思ってますので、またこれはメルマガの方でねご案内しようかなと思っております。はい、もうねもうずっとね毎日ここのところレッスンもずっと続いてるので、もうねずっとね理論のことばっかりレッスンでそういえばやってるなと思って、もうこの前もですね、あのケーキにあの敷き紙をね敷いて金属の型で焼くのと、紙の型を買ってきて100均とかでね買ってきて焼いてそのままラッピングしてプレゼントするのだったら、どういう風にお菓子の仕上がりって違うんですかみたいなことをねお話ししてたりするんですけれども、紙の型でねプレゼントするとやっぱりこう乾燥しやすいから、同じように焼くとパサつきやすいよみたいなねことをお話しして、じゃあパサつきがちょっとでも少なくするようにレシピを調整したり何かを加えたりして工夫するんだったらどうしたらいいんですかみたいな、今まで学んだ成果理論をもとにちょっと考えてみてくれますかっていうのを私と壁打ちしたりとか、あとはねバターケーキのいろんな製法についてすごくこう詳しくね理論をお伝えしたりとか、クッキーのね生地の理論って言って、まあ、その生徒さんは表面がねクッキーが型抜きクッキーみたいなのが表面にどうしてもプクってねなっちゃう気泡が入っちゃうから、これなんとかできないのかっていうその改善法をお伝えしてたらね、クッキーのね生地の理論の話になって、そのままもうなんか1時間半か2時間もいかなかったかな、1時間半くらいなんかもうがっつりボリュームあるお話をしてしまったという、なんかもう理論のことばっかりが続いてるので、ちょっとねあのライブではライトな話がしたいなという気分でね少しこう楽しいものが最近続いております。で今日はですね、あの手作りのお菓子をプレゼント年末年始とかにねする方に向けて、こんなこと気をつけましょうっていうようなお話をしようかなと思っております。まあ、要するに日持ちとかにね関するお話になってくるんですけれども、お菓子を人にプレゼントするときにどんなことに気をつけたらいいですかっていうようなことですね。まず今寒いし、もう本当に雪が降りそうなぐらいね寒いし、普通にちゃんと焼いて作っていて、まあ、よっぽど変な管理をしなければまずなんか食中毒になるとか、まあ、普通にちゃんとしてたら問題はないと思うんですよ。ただ最近ねやっぱり食中毒のマフィンのね事件のイベントのこととかもねいろいろニュースで上がったりしたので、プレゼントでお菓子をこう差し上げるっていうことに対してちょっとねこう不安になってきたっていう方、販売している方ももちろんなんですけれども、なんかちらほら聞くんですね。なので少しこう不安だなって思ってらっしゃる方に今日のことがね役に立てばいいかなと思います。でこのライブ見てくださってる方はお菓子を仕事にされてる方が多いと思うんですけれども、でも仕事でなくってもお菓子作りをねされてる方も大勢いらっしゃいますし、むしろそっちの方の方が世の中にも多いと思います。でクリスマスとか年末になったら知り合いとかお世話になった方になんかねお菓子手作りで作ってプレゼントしようっていうこと多いと思います。お菓子屋さんほどじゃなくっても、まあ、自分にしたらいつもよりはかなりの大量生産で作りますっていう方、私の知り合いでマカロン100個ぐらい焼いて配りますっていう方もいらっしゃいましたし、なんかそういうのをおそらくね何日かで作って、でまあ 2,3 日後ぐらいをね目安に皆さんのお家に持って行ったり配ったり差し上げるんじゃないかなっていう感じがします。でそういう時に、まあ、気をつけましょうっていうことですね。でねいろいろ思ったらまあ6つぐらいやったんですけれども、でも基本的なことばっかりかもしれないんですけど、一つはですねもう清潔第一です。はい、清潔第一、もうこれです。はい、もう清潔の感覚ってね人によってやっぱり違うので、自分では清潔と思っても第三者が見たら
あの清潔じゃないと思う方もいらっしゃるので、ここが客観的に見てやっぱり清潔であるっていうことが大事かなと思います。で、気をつけていただきたいのは手洗いをとにかくまめにすることです。手洗い第一って言うけど、やっぱりね、基本は手洗いだと思うんですね。出来上がった焼き菓子とか生のケーキそのままね食べるものとかをなるべく素手とかでこう触らない方が今はいいのかなと思います。つまりは手袋ですね。使い捨ての手袋を私も一回も焼き上がったものに対しては使ってるんですね。手袋をね履いてるからじゃあ大丈夫なのかって言ったらそういうことでもなくって、一つの手袋をずっとそのまま使い回してて、なんだろうな、あんまり洗わずに手袋自体がちゃんと扱えてないと結局手袋に雑菌がつくので同じことになっちゃうんですよね。だから手袋してるから安心っていうわけでもないので、とにかくやっぱり素手の手をちゃんと洗うっていうことが大事じゃないかなと思います。で、私たちが普段ね毎日の食事作り、朝ごはん昼も夜もね作ってるけれども、じゃあ主婦の方がみんな手袋それしてるのかって言ったらそんなこともなくって、みんなお家のご飯って普通に素手でね作ってると思います。私も素手で作ってますね。お店じゃないのでね、いちいちこう手袋すべてに履いてるわけじゃないので、まあ、そこまでうるさく言うことじゃないかもしれないんですけれども、とにかくね手は清潔に洗う、もしくは手袋をするっていうことで綺麗にしておくっていうことがすごく大事かなと思います。あとね、結構ちょっと忘れがちなのが、あの髪の毛ね、髪の毛をですね、なんかこうバンダナとかでねちょっとこう落ちないようにするとかするのも結構気をつけた方がいいんじゃないかなと思ってます。お菓子屋さんとか行くともうきっちりねこう髪とか髪の毛とかしっかりこう落ちたりしないように覆うもので全部覆うんですけれども、うちもあんまり綺麗じゃない、もう本当に真っ白のあるんですよ帽子。あんまりこうお見せできないような感じになる、もう本当に衛生用の帽子っていうのがあるんですけれども、なんかそういうので結構作らないと割とですね髪の毛って非常に落ちるんですよ。教室とかね対面レッスンしていて、まあ、皆さんがお帰りになった後でもちろん掃除機とかに当てたり掃除するわけなんですけれども、結構な量のね髪の毛がすっごいねお部屋に落ちてるんですよ。だからねそれはね教室だから掃除するからいいんですけれども、お家でなんかね台所でその髪の毛をそのままで作っていてなんかね、落ちたりするとお菓子の中に入っちゃったりするとねちょっとまずいかなと思うので、大量生産とかするときは、まあ、そういうときだけでもいいのでちょっとこう気をつけてもらう、髪をくくるとか長い方はね触れたりするといいんじゃないかなと思います。はい、メッセージいただいてます。遠方の親戚に作ったお菓子を送ってみたいと思っていたのですが、送るのに適しているのはどんなお菓子でしょうか。遠征や日持ちの上でどんな包装をしたらいいのかも気になります。そうですよね、なんか送るってやっぱり気を使いますよね。直接差し上げられるんだったらいいけれども、送るってなるとそうね、今日のお話にも出てくるんですけれども、生っぽいものはやっぱり避けますね私だったら。例えば私のケーキでブルーベリーのね焼き菓子のケーキがあって、生のブルーベリーをちょっとマリネしてお砂糖とかレモン でそれをバターケーキの真ん中に置いてクランブルとか振って焼くっていうのがあるんですね。でこれはブルーベリーの季節で、季節以外だったら冷凍のブルーベリーでされるとめちゃめちゃね美味しいんですよ。だからねこれいちごとか他のねベリーとかでやっていただくと本当に美味しくて、クリスマスとかベリーミックスとかで作るとすっごい美味しいんですけれども、ただベリーミックスとかやっぱりねちょっと生っぽいじゃないですか。なのでカビが来る心配があるんです。だからもうそういう送ったりするお菓子でちゃんとしようって思うものは生のままはまず私は使わないですね。一回こうジャムみたいな感じで加熱して水分をしっかりある程度飛ばした状態で日持ちするような形にしてお送りするとか、
あとはもうフィナンセとか、もうああいう日持ちある程度1週間とかね、まあちゃんとパッケージとかすればそこそこ持つバターケーキとかありますよね。そういうのを選びますね。そうね、どういう包装したらいいかっていうのも、まあ、どういうタイミングで食べていただくかにもよるので、みんながみんなね、なんかこうガス袋とかに入れて脱酸素剤とか入れなければいけないのかって言ったら、そこまでする必要全然なくって、短い日でね、もう新鮮なうちに食べてね、でも暖房効いてるお部屋に置いとくんだったらすぐ冷蔵庫入れてねみたいな感じにするんだったら、もう簡易なもので全然いいと思います。私もね、あの知り合いとか親しい方に差し上げるんだったら、ラップでもう普通にねパウンドケーキとか包んで、それをラフなちょっと可愛らしいラッピングの紙があるので、それでもパッパって包んでテープで貼ってリボンかけて、はいどうぞって差し上げるので、袋にも入れません。はい、でも早めにね 2,3 日のうちに食べてねって言って差し上げるといいんじゃないかなって思います。そんなね、販売するので10日間も出せねばとかそんなんじゃないので、目的によって包装とかもね、全然何が最適かって変わってくると思います。はい、あのケーキはとっても美味しかったです。またブルーベリーの季節来たら作ります。ありがとうございます、ね、あの LINE 登録くださったら今漏れなく全員に差し上げております。年間通じていろんなフルーツにね変えていただいて作れるバターケーキなので、レシピ欲しい方はぜひあの LINE の方登録まだの方はいただくと差し上げております。はい、ということでね、一つ目のお話が清潔第一、二つ目がアルコール消毒をしましょうっていうことです。まあ、コロナ禍になって皆さんもアルコール消毒ってね、手とか当たり前のようにする方が増えてると思うんですけれども、お菓子作りではまず器具に全部スプレーします。パストリーゼっていうのを使っている方多いと思うんですけれども、まあ、これをねどんどん振りかけます。はい、これを作業台とか器具とかボールとかね、ヘラとか、まあ、いろんなところに結構ねシュ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 してます。アルコール消毒、器具は全部して、あと作業台ですね、結構汚れるので、何か一つ作業して次の作業するときは作業台に振りかけて、あとはね布巾はなるべくですね、綺麗なところしか拭かないです。私はちょっと汚れたところは布巾で拭くんですけれども、例えば生地がパッて飛び散ったりとか、あとなんだろうな、粉がこぼれたとか、卵の液がたらってちょっと机に落ちたとか、全部ペーパータオルで拭きます。なぜなら卵の液とか布巾で拭いちゃうと、その布巾がですね、やっぱり卵の雑菌とかが増えやすいし臭くなるんですね。だから結構あのそういう汚れは布巾で拭かずペーパータオルかな。でもうほとんど拭いてる綺麗なところの拭き上げをしたりとか、まあ、ちょっと軽く飛び散ったものをさっと拭くとかは布巾です。なんかこんな風に使い分けていて、そうね、うまいことそのペーパータオルをね使っていくと清潔が保てるんじゃないかなと思います。で3つ目は卵の割り置きをしないっていうことですね。これはね、そういう衛生のね講習会見た時も結構お話があったんですけれども、卵ってちょうど使わない時余りますよね。 20g ちょっと余ったとか言うと、やっぱりボウルにね入れて置いといて冷蔵庫に入れとくとか、また使うまでちょっとその辺の常温に置いとくとかあるんですけれども、これねやっぱり使うと食中毒の、ね、原因になったりします。で特にこの卵黄の方っていうのは長い間持たないので、もう一回割ってしまったらすぐに使う、もう長くとにかく置かない、当日中っていう風にされた方がいいと思っています。昔はね冷蔵庫に入れて明日使うとかね、結構普通にね あったりするんですけれども、今ってやっぱりもう早く使ってしまおうっていう感じで、もうお菓子を作らないんだったらフライパンでさっとね塩を入れて炒めて、もうスクランブルエッグにして私食べちゃってます。そう、もう使い切るって感じですね。
はい、卵の割り置きしないってことです。じゃあ4つ目なんですけれども、焼き菓子は粗熱をちゃんと取ってから袋に入れる。はい、これぬるい状態で袋に入れてませんかっていうことなんです。ラッピングしてねお渡しすると思うんですけれども、ギリギリに作ったりすると常に置いててもなかなか芯の方までね冷え切ってなくって、外は触ったら粗熱取れてるけれども中の方を触るとちょっとまだあったかいっていう状態でもう袋にね入れてしまったりすると、湿気がね中で起こってしまうとカビの原因になったりします。まあ、しっかり冷ましてから袋に入れるっていうのがいいと思います。今私もシュトーレに使っている特殊な鮮度保持袋っていうのがあるんですけれども、パンおいしいママとかクッキーおいしいママかな、なんかそんな名前なんですけれども、特殊な袋は熱い状態のものを入れるんですよ。でそうすると香りがねギュッと閉じ込められて水滴もつかないっていう袋があるんですけれども、そういう特殊な袋でない限りはちゃんと熱を取ってから入れるっていうのが基本になります。で5つ目なんですけれども、これがね、まあ、さっきもお伝えした生っぽいものは避けるってことですね。普段美味しくってね生のものを焼き込んでるのが好きっていう方でも、人に差し上げるときはやっぱりちょっとこう考えものなんですね。その相手の方がねいつお召し上がりになるかわからないし、自分でコントロールできないことになりますよね。コントロールできなくなってしまう、手が離れてしまうことに関してはやっぱりね、もしものことを考えて水分量が少ない状態にするかなと私だったら思います。もしくはお酒とかね結構使われるとアルコール度数の高い、例えばまあラム酒とかブランデーとかだと、まあ、40から42度ぐらいはあるんですよね。もっと高いラム酒もね、あの度数が高いのもあるんですけれども、アルコール度数が高いと腐敗とかをね少しでも防いでくれるので、まあ、そういう日持ちを長くしてくれるっていう効果もあるので、そういうものをねお酒が大丈夫だったら効果的に取り入れてみるっていうのもいいかなと思います。だからあのフルーツケーキとかラム酒漬けにねしてたフルーツをねこう入れ込んだフルーツケーキとかクリスマスよく作ったりするし、ブランデーケーキも結構いいと思います。個人的にはねすっごい大好きなお菓子なので、ブランデーケーキとかそうね、そういう度数のねちょっと高いお酒を使ったものっていうのも結構いいかなと思います。まあ、どっちにしてもクリスマスのお菓子って割となんか日持ちするものがシュトーレンとかねそういうのが結構多かったりしますね。生菓子のブッシュドノエルとかはちょっと難しいと思うんですけれども、焼き菓子は結構日持ちするもの多いのかなと思います。で6つ目はこれは作業のことなんですけど、綺麗に作業するっていうことです。例えばそのなんかボールでクッキー生地みたいなネバネバしてる生地、バターケーキの生地とかネバネバの生地とかをこうヘラで混ぜたりして、そのベタってついたヘラをまあ、その辺の台とかにパッて置いちゃったりすると台にベチャってね汚れがついてしまって、その台をちょっとでも触ったらまた手について手もベタベタになって、もうその辺みんなベタベタみたいになるんですよね。あとボールなんですけれども、クッキーとかバターケーキ作ってるとこうヘラでこうな擦りつけますよね時々。あのこう周りのお掃除した時にヘラでこう擦りつけてヘラをきれいにしてからちょっと置いてまた作業して混ぜてまたヘラで擦りつけてとかするんですけど、そのヘラで擦りつける部分をあっちゃこっちゃでこうねボールのいろんなとこで擦りつけるとボールの縁がみんなこう生地だらけになっちゃいます。でそうするとこうやって混ぜながらねこうなんか作業してるともう手にね左手にいっぱいこうベタベタの生地がついて、それをまたこう服触って服にもついて作業台にもついて布巾にもついてみたいな、ラップしようとしたらラップのこう箱にもついてみたいな、全部ねベタベタになるので、もうとにかく綺麗に作業するその癖をねつけておくといいんじゃないかなと思います。
私もこれ初めからできたわけじゃ全然なくて、あっちこっちね汚したり飛ばしたりしながらね作業してたんですけれども、だんだんね意識しながら綺麗に綺麗にしようと思って作業すると、ちょっとずつねこう綺麗にできるようになっていきます。こう受講生さんのねオンラインレッスンとか見てると、もう几帳面な方はすごいねもうなんかちゃんとしてらっしゃるんですけれども、やっぱりまだ不慣れな方っていうのは物の置き場とかこうなんかこう動きがねやっぱりこう無駄が多かったりするので、あっちこっちにいっぱいね汚してるんですよね。でそれをなんかこう触ってるとすごいやっぱり汚れちゃってお掃除も大変みたいになるので、まあ、これもね意識してやるかどうかでだんだん必ずできるようになっていきますので、私もそうなってきたのでやってみましょうっていうことです。はい、ということでですね、はい、あ、メッセージいただいてます。ありがとうございます。できたらフィナンシェ送りたいです。フィナンシェはねすごいおすすめです。美味しいですよねやっぱり。ねお菓子って当日作って美味しいものもいっぱいあるけれども、寝かせて初めて熟成して美味しくなるものっていっぱいあるんですよね。焼き菓子でチーズケーキとかもそうだしね、そういうドライフルーツとかを使ったものとかもそうだし、バターケーキ、フィナンセとかもある程度ちょっと 2,3 日とか寝かせてあげる方が味がね馴染んで美味しくなったりするので、そのお召し上がりになるタイミングから逆算してちょうどいい日にお届けできるようにねするといいかなと思います。例えば3日後にこのバターケーキは美味しくなるっていうのが分かってたら、3日目にその差し上げられるように逆算して作り始めるといいかなと思います。もう3日前に焼くで翌日ラッピングするで最後の日にね持って行って差し上げるみたいな感じにするとちょうどいいのかなと思います。はい、ゆうこさん、上手な方は動きが綺麗ですよね。そうそうそう、本当にねこれなんか上手な方と比例してますよね。確かにすごいこうね有名な名の知れたシェフのねそういうデモンストレーションとか見ると本当にね動きに無駄がないというか、本当に綺麗です作業が、うん、だからそれもやっぱりねすごく関係してると思います。はい、みーこさんも今日も来てくださってありがとうございます。今日もありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。ではね、今日のまとめは、手作りのお菓子を年末年始のねご挨拶とかお世話になった方とかにねプレゼントしたいっていう時、普段はお菓子作りを仕事にはしてないんだけれども、まあ、自分にとってはねいつもよりもたくさん焼いたり作ったりする、それをラッピングして差し上げるっていう時、なるべくこう不安要素をなくしたいっていう時のねお話ですね。まず一つは清潔第一。やっぱり手からね結構菌って感染しやすいので、まめに手洗いをするっていうのがすごい大事です。これをしてたらまあ大体大丈夫と思います。この冬よっぽどなことしないといけると思います。で心配だったらねやっぱり手袋をされた方が私はいいかなと今思ってます。あと髪の毛とかもねやっぱり落ちるとき落ちてしまうので、袋の中に入ってしまってたりねするとやっぱりいただいた方がわってなっちゃうから、うん、髪の毛もこうくくったりねちょっと落ちないように工夫して作業されるといいと思います。で2つ目はアルコール消毒をまめにしましょう。これですね、こういうのをシュッシュって振って器具にはシュッシュ全部シュッシュってするし、台も結構まめにシュッシュとして、ペーパータオルの方で拭くといいかなと思います。で3つ目は卵の割り置きはしない。特に卵黄は傷みやすいのでもう使ってしまった方がいいです。当日中にね全卵もほぐしていたらもう何かで使ってしまうといいかなと思います。で4つ目はお菓子は粗熱を取ってから袋に入れましょうということです。熱い、まだこう中のね芯が熱いのに入れるとどうしても湿気が来るのでカビの原因になったりしますので、しっかり冷ましてからラッピングしましょうということです。で5つ目は日持ちさせたいんだったら
自分のもう手の離れたところに行ってしまってわからないんだったら、生っぽいものは避けた方がいいです。要するに水分が多いものですね。生のねいちごとか可愛いんですけれども、もう今は、ジャムみたいにしてね中に混ぜ込むとかだったらいいかなと思います。アルコール度数の高いもの、ラム酒とかブランデーとかそういうのをねうまく使ったり、ドライフルーツにしたり、加熱してね水分飛ばしたりっていうようなもの、もしくはフィナンセみたいに日持ちして作ってから何日後かが美味しいピークが来るお菓子っていうのを選ばれるといいのかなと思います。そして6つ目は、作業中は綺麗に作業する。特にヘラとかね、あちこちにこう擦りつけたりするとねすごく汚れるので、もう擦りつけるところはボールのここの一箇所って決めて、そこ以外は擦りつけないみたいな感じでね、綺麗に作業されると周りも汚れないし手も汚れないし服も汚れないので、そういうね心配な要素が減っていくと思いますので、綺麗に作業するっていうのをねちょっと心がけていただくといいかなと思います。はい、まあ、よっぽどなことしない限りはね、そんなに手作りのお菓子で食中毒になるって少ないっていうか滅多とないと思いますので、はい、皆さん大丈夫だと思います。手洗いしっかりしましょうっていうことです。はい、今日もね最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまたね次回あさっての方ライブしていきます。さようなら。